想兵団ラジオ。皆さんこんばんは。テレビアニメラグナクリムゾンにてスターリアレーズ役を担当しております日高里奈です。皆さんこんばんは。同じくテレビアニメラグナクリムゾンにてヘゼラとグレア役を担当しております土屋リオです。この番組は大好評放送中のテレビアニメラグナクリムゾンの魅力を私たち銀装兵団と一緒に分かち合っていく番組でございます。はい、アニメは第23話が放送されましたね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私たち出ていません。そうなんです。でですね、まだ私たち実はね見れてない状態なんですけど、でも噂によるとですね、はい、あのアルティマティアとカムイの出会いが、そうなんですよね、描かれているらしい。くぅ、そんなん絶対ね好きになっちゃう気がするよね。好きだもん、アルテマティアとカムイの。しかもなんか前回結構重めのさ、はい、ね、話だったからこそね、またちょっと違ったね23話になっているんじゃないかなと思うんですけれども、しかもですね、今回そのカムイの幼少期、はい、ちっちゃい頃を田村睦美さんがね演じていたりとか、はい、あとギルゼア役を釘宮理恵さんが、はい、そう、あの担当していたりとかっていうことで、はい、見たい早く見たい。そうなのよ普通に見たい。でもだから23話にして、はい、まあ新しいキャストというか、ね、うん、仲間入りしたりとか で、ね、しかもそのね2人がまた活躍っていうこともあるから、うん、また雰囲気というか、うん、近かったんだろうなって、ね、早く見たいですね。思いますけれども、気になる。そうね、でもやっぱり結構後半に過去回が続きますね。そうですね、ずるいですよね。いや、どんななんだろうな、カムイの幼少期ね。絶対可愛いって気がして、ちょっと私たちはねワクワクしちゃっておりますけれども、はい、なんとラジオなんですが、まあ、前回もねお知らせしましたが、今回で最終回なんですよ、はい、だからいつもとは趣を変えてレギュラーコーナーをやってみるよって書いたんですけど、はい、趣を変えて、どういうことなんでしょうね。レギュラーコーナーだけどなんか違うらしい、うん、やだな怖いな、なんか、ね、なんかわかんないけど楽しみだな。そう、やってみるよ、びっくりマークと書いてあるけどなんかやだなって感じするんだけど、うん、はい、まあまあとりあえず始めていきましょうか ね、はい、アニメラグナクリムゾン銀装兵団ラジオ出撃じゃ。改めましてこんばんは、スターリア役の日高里奈です。改めましてこんばんは、ヘゼラとグレア役の土屋リオです。ではでは、皆さんからメールね届いているので紹介していきましょう、はい、ラジオネームモグラアザラシさんからいただきました。ありがとうございます。日高さん、土屋さん、こんにちは。こんにちは。春休みに入ってから友人のおすすめで見始めたのですが、うん、時を忘れて見入ってしまい、あまりの面白さにアニメを待ちきれず、つい原作にも手を出してしまいました。お、嬉しいね。ただただ面白く、読んだ後に不思議な感情が渦巻いております。教えてくれた友人に感謝です。ここから先がアニメでどう描かれるのか楽しみにしています、とのことです。うん、ありがとうございます。え、なんかさ、うん、結構私さ、はい、そのアニメで例えばハマりました、はい、でもある意味ネタバレにもなっちゃうじゃん、原作を読むと、はいはい、そうですね。だから私結構耐える派なのよ。私も待ちます。待つ派です。そっち派、はい、結構分かれるよね。待ってからでも原作も読みたくなる派です。そうなんだよね。なんかやっぱりこう、あ、ここって漫画だと原作だとどういう風に書かれてたんだろうとか気になっちゃうので。でも逆に先にもう読んだ上で、はい、あ、こう描くのねとか、あ、それもいいですよね。っていうのもねあったりするから、うん、そうなんだよ。そうなんですよね。そう、でも原作が好きな作品がアニメになったら、うん、あ、こういう風になるんだって思うんですけど、アニメから見始めたのは一旦アニメ見てから。わかる、私もそういう派なんだよね。わかりますよね。でも分かる。でも待てなくなる気持ちもすごいわかる。そうだね、うん、え、でもすごい友人からおすすめされて、ね、でね、ハマってくれてて嬉しいよね。いや、嬉しい。そうですよね。最初から見てなくても後からこう順番にね追ってハマってくれてる方もいるってことですもんね、うんうんうん、そうだから、より、でもやっぱり原作の方だと、うん、やっぱどうしてもねアニメの中だと描ききれないものだったりとかもあったりするので、うん、よりなんか感情移入はできるんじゃないかなと思うので、うん、そう、アニメから入ってね好きになってくれた方は、うん、ぜひね原作の方もね、うん、お手に取っていただけたら嬉しいなというふうに思いますが、はい、まあ、ひとまずアニメね、はい、もうあともう少しでねって感じなので。やばい、だって次24話、いやー
やばいやばい。一緒に感想してくださいね。はい、よろしくお願いします。はい、続きまして、ラジオネーム H さんからいただきました。ありがとうございます。日高さん、土屋さん、こんばんは。こんばんは。最近日高さんはシュークリーム博士を目指していると耳にしました。そうなんですか。かわいい。いろんなシュークリームを食べ比べており、うん、その人に好みに合ったシュークリームをおすすめできるとか、もしスターリアやラグナ、ケーキにうるさい竜の神へおすすめするならどんな種類のものを紹介しますか。それと食は効率の土屋さんにもおすすめがあれば一応ね、一応お願いします。え、別に食効率じゃない、まあ、前は好きですよ。でも言ってたよね。そうそう、でもなんかさ、その効率重視って言ってたよね。いや、なんか食事は、食事とデザートは別じゃないですか。え、なんかその食事は栄養を取らなきゃいけない、人として生きていくために栄養を取らなきゃいけないものが食事、うん、でシュークリームはデザートじゃないですか。はいはいはい。デザートはなんかもう娯楽じゃないですけど、なくてもさ、プラスアルファ的なことね。だからケーキとか好きですよ。美味しいものは好きなので。普段さ、その甘いものとか、まあ、いわゆるデザートは、はい、食べたりする？食べますよ。最近は琥珀糖にハマってて、ずっと琥珀糖食べてます。琥珀糖にハマってんの？はい。すごくない？なかなか。なんか私砂糖菓子が好きで、うん、ずっと舐めてる。飴感覚ってこと？琥珀糖はなんかシャリシャリしてるやつだから、うんうん、コンペイ糖とかも好きなんですよ。砂糖が好き。砂糖だよね。そう、砂糖が好きなんです。私ゲームを夜中までやるために糖入れてるだけじゃない。そういうことなんですかね。糖を欲してるから砂糖が欲しくなるのかな。でも確かに、本当に何、ブドウ糖とかもそうだけど、はい、一番何、時間短縮で、はい、脳にその何、糖がさ、うん、体に吸収されるみたいな、はい、だから無意識のうちにやっぱ効率。でも味が好きなんですよ、砂糖の。コンペイ糖とか琥珀糖のなんかいろいろ味付けはされているけど、うんうんうん、結構砂糖に近い味してるじゃないですか、はいはいはい、砂糖の味が好きだから結構砂糖菓子が好きなんですけど、でもほんと砂糖そのままだから、さっき言ったマジで吸収が一番早くて、はい、他のいろんなもの材料が入ってるんだと分解するのに時間かかるから、はい、そう、糖になるまでっていうか、はいはい、なんて言うんだっけな、なんかそう吸収されるまで時間かかるんだよね。へー、それをもう必要としないで糖なんだ。いやでもなんかチョコとかケーキとか、うん、もうそれこそシュークリームとかも好きで食べるんですけど、うん、あんまりなんかこう自分からうわっめっちゃ食べたいと思う時がなくて、でもなんかその琥珀糖とか、好きなんですけど、ほんとハマるととことんハマるので。それはでもこだわりのものがあるの？ここのが好きとか。あ、今はでも特になくて、いろいろ食べてみてお気に入りを探してます。おー、やっぱお気に入り探すってあるよね、うん、お店によってなんかこう味付けとか風味とか違うじゃないですか。柔らかさとかね。そう、琥珀糖のなんかシャリシャリ具合とか、なんか周りがちょっと分厚くて固めの琥珀糖と、あんま食べたことないんだよ琥珀糖。本当ですか。なんか寒天なんですよ、中が。寒天をなんか乾燥させて表面にこう砂糖が出てきてコーティングされてるみたいな感じなので。へ、シャリシャリなんだ。シャリシャリで中がこう寒天の感じなので。そうか、砂糖の塊ってわけじゃないですね。そう、塊ってわけじゃないんですけ ど、ね、まあ、結構な量の砂糖を寒天に入れて作ってるものですね。で、味付けは何が好きなの？なんかいろいろあって、それこそなんかソーダ味とかあるんですけど、基本なんか私レモン風味とか柑橘系が好きなので、柚子とか。あー、いいね。が好きで、さっぱりした感じが好きなのね。そう、結構食べてるんですけど。私もだからメールに書いてくれてるけど、はい、そう、ただただね、シュークリームが好きとかよりも、なんか博士になりたいなと思ったの。可愛い。でもだから、ホランテルリナさん可愛い。だからただ好きだったらへーじゃん、はい、あ、そうなんだねってよかったねだけど、うん、博士ってことは、うん、そのいろんなもの食べ比べて、どんな生地が好きとか、はい、どんなクリームが好きかを聞いて、はいはい、あ、だったらあなたにはこのお店のシュークリームが合うのではないですかって、うん、すごい、なんか何この優しい、なんか、あー、うんうんってうなずいて、なんかおかしいんだけど。リナさんがシュークリーム博士って言ってるのがめちゃくちゃ可愛い。でも本当に博士になるために相当いろんなとこ食べ歩いて。あ、そうなんだ。で、本当に1日やっぱ3個4個食べてたら太って、はい、言ってましたね。で、そう、だから今は週2、はい、週3にしてるぐらいなんだけど、はい、リオちゃんはちなみにどのようなシュークリームが、ああ、でも博士じゃないと、うん、シュークリームのクリームとか生地とかに、うん、多分そんなにこだわり持たないじゃないですか。あ、じゃあそれで言うとですね、はい、生地は、まあ、いっぱいあるけど、まあ、パイシューとかクッキーシューとか、まあ、そういう感じ、うんうん、サクが好きなのか、結構しっかりめののが好きとか、でクリームで言うと、カスタードオンリーか、はい、まあ、なんならたまにね、生クリームオンリーもあるんだけど。 ありますね。それとダブルシューと言われる、カスタードの上に生クリーム乗ってるパターン。あと、はい、みんな意外と知らないのだが、生カスタードっていうのが、はい、カスタードに見えて意外に生クリームが入れられてるから、はい、
そう、2つ合わさったカスタードみたいな混ざってるってこと。そうそうそう、そんなのあるんですね。っていうのが知らないありますが、はい、いかがですか。私はカスタードとクッキークッキー生地が好きです。おー、じゃあ一緒だ。本当ですか。うん、嘘。一緒だ。リナさんが好きなシュークリーム教えてほしい。あ、じゃあ、はい、あのドルチェタクボさんのシュークリーム絶対好き。ドルチェタクボドルチェタクボさん、うんうんうん、ドルチェタクボさんのクッキーでその場で入れてくれるんだけど、そうそう。で、なんならほんとビアードパパも最強。あ、ビアードパパ美味しいですよね。マジで。しかも期間限定のクオリティも鬼高。ドルチェ タコタクボタクボ、そう、あのタクボさんっていうそもそものレストランがあるんだけど、はいはいはい、がもうドルチェそのデザート専門でカヌレだったりフィナンシェだったりシュークリーム出してて、うんうん、そのシュークリームがめちゃくちゃ美味しくてカスタードもすごい濃厚だし、はい、その場で入れてくれるから、うんうん、あの周りの生地もねサクサクとかねカリカリなのよ。ちゃんとクッキーを保っている、うん、サクサクを保っている、うん、食べたい。そうなんです、代官山にお店があるんですけど。え、じゃあ逆にさ、りょうちゃんもさ、はい、丸々博士になろう。あ、丸々博士。何博士、その甘えるじゃなくてもいいよ、はい、このなんでいろんなのを食べ歩いて、はいはい、なんかちょっと突き詰めたいというか、あ、研究したいみたいなのないの。なんか私多分すごい偏食なんですよ、うん、ド偏食で、うん、なんか最初に気に入ったものを探す旅には出るんですけど、その全部を知る前に何か気に入ったものがあるともうそれしか食べなくなっちゃうんですよ。わかるよ、だって結果美味しいもの自分が気に入ったものを食べたいじゃん。そうなんです、だから博士にいつもなれないんですけど。そうなんだよね。確かに。でも今琥珀糖ハマってるから、うん、いい美味しい琥珀糖とか見つけたくありますね。しかもなかなか琥珀糖のさ博士ってさ、うん、そんないないからライバル少ないと思うそうそうだよ確かに。意外にシュークリームはね私最初あんまいないと思ったけど、うん、後からねもう強者たちが出てきて、うん、うわーってなってるから、はい、琥珀糖だったらチャンス、今もうチャンス独走できるよ逆になんか琥珀糖おすすめ聞かれることないかもしれないけどなかなか確かに。でもあんまなんか食べたことない人結構いそうですよね。ないから逆に教えてほしいもん。美味しいですよ琥珀糖。だしそんなにさ、うん、シュークリームほど種類がさいっぱいあるわけじゃないから、まあ確かにそうですね、逆にコンプリートもできそうだし、うんうん、なんかいけそうじゃない。確かに。私一個ちっちゃいもんね、きっとそんな大きくない。ものによるけど、まあ、めっちゃでかいのはそんなにないですよね。そうだよね、一口サイズにこうカットされてるので、うん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 、ってなったら、はい、どうかな。うわ、琥珀糖博士か。絶対やんなそうじゃないですなんかさ、絶対刺さってないもんね持ち帰ってそのまま忘れちゃう。いやいや、でもまあな、気に入ったのがあったらおすすめします。じゃあ本当、はい、本当、はい、え、ちなみになんかさ、うん、今までもいろいろこれやってねとか、はい、言ってねって言ったのどのタイミングで忘れるの。もういや、スタジオ出た瞬間覚えてはいるんですよ。覚えてはいる、もうやらないだけで。あ、覚えてはいるんだはい、覚えてはいるんですですけど、はいね、そう、なんかリナさんに言われた時に、うん、あのほらパスタ、うん、あーあったね、もうちゃんとあのスマートフォンの待ち受けにしてましたし、なんなら材料買うところまでしたんですよ、うん、作ってないんですけど。ねえねえ、逆にさ、はい、すごくない。何が待ち受けにするって相当じゃん、はいはい、だってさ作っちゃえばもう待ち受け変えられる、自分の好きなさ、はい、もうそれこそ推しのキャラクターとかにできるんだよ、はいはい、いやでも多分あの目覚ましとかも私5分おきにかけるタイプなんですよ。あ、そか、そもそもそうだ。なんかその目覚ましってじゃ例えば8時に起きたいです、うん、8時までには絶対起きたくて、でも8時半に起きればギリ間に合いますって時に、まあ、私は7時45分くらいからアラームをかけるんですよ。もったいない。で8時に1回目が覚めて、うん、でも結局また8時半まで寝れるから寝るんですよ、ね、なんかそういうのと一緒ですよね。待ち受けにしてもパスタだなって認識はするんですけど、あーパスタだなで終わること。そうなる。いやでもそのさ、コント目覚ましのも意味わかんないもん。なんでだって熟睡した方がいいじゃん。8時だって起きれない、自信がないから起きれる。8時半にじゃあギリ起きれば間に合いますって時に、うん、8時半に目覚ましをかけたとして8時半に起きれる人間じゃないんですよ。起きるための準備運動が必要なんですよ、起きるぞ起きるぞ頑張れ土屋っていう時間が必要で、無駄な時間が必要なんだね。そうなん、そこが多分45分とか1時間ぐらいかかるので、ね、長いね。マジで起きれないんですよ私、朝苦手で。そうなんだ。そうなんですよ。もっとなんか逆にな、この熟睡できてるからもったいないなと思っちゃうんだけど、まあ、必要なんだね。そう、怖いのが強いですね。なんか休みの日とかだったら、8時半に起きれたらいいな、だから8時半に目覚ましかけてたら起きれるんですけど、あ、うんうん、ま、万が一次の日仕事で8時半に起きなかったら絶対に間に合わない時に、うん、
目覚ましを8時半にしかかけなかったら、もう私は明日起きれないかもしれないっていう不安で寝れないんですよ夜。そうなんだ。そうなんですよ。もう1回目の音はでも聞こえないことが多いってこと？そのやっぱちょっと前もってさ、でも止めてるから多分聞こえてるんですけど、多分もう後にかけてるっていう、もう今までのあれがあるから、もう無意識化で止めちゃうんですよね。でも結構8時半には起きんだもんね。そう、だからもう習慣のせいですよね。もう長年かけて育ってしまった土屋の脳がそうなってんのか、ここからはもう改善できない気がしちゃいますね。へー、でもまあいるもんね、うん、そういう人ね、うんうんうん、結構聞いてる人も多いと思いますよ。早めに目覚ましかけて、でもいるいるいる、でも結局ギリギリまで起きないみたいな。だからそのたまにな、だ誰だったかな、なんかそのアラーム見たほんと2分起きとかにも超かけてて、うん、不思議だなって思ってた。5分起きにかけてるとスヌーズが9分ぐらいで鳴るんですよ。だから5分で鳴って9分で鳴って10分で鳴るっていう、もう大根たち同じ時間になることもあるの？どの目覚ましか分かんない。へー。で一番やばいやつには目覚ましの名前がガチでやばいタイムリミットって書いてあります私は。すごい、そんな機能まずあんだね。あ、そう、名前変えられるんですよアラームの。そうなんだ、そうなんだ、知らなかったよ、はい、でも確かに知らなくていいことかもしれない。いやでも最初衝撃だったもんな、りょうちゃんとやっぱ番組やるってなってさ、やっぱ現場でのさ、はい、すごいなんだろう、静かな感じとか、はい、印象があってさ、うんうん、だからこのラジオを通していろんな一面を知れて、はい、でもなんかツッコミどころもたくさんあって、で全然やっぱ真逆だったじゃん、すごいですよね、それがでも楽しくてっていう、うんうん、ラジオを通して知れた一面だったからね、よかったです。なんかマイナスのイメージしかない感じしますけど、でも結果分かち合うことはなく、そう最終回を向かったよね。本当にお互い変わんなかったもんね。そう、お互い寄り添う努力はせず、そうなんですよね、違うねって言って、年明けたらご飯作るって私皆さんに約束したのに、まだでも2024年終わってないから、そうまだ、そうだね、そうです、そう、でもそうご飯も本当行こうと思って何回か予定ね合わせたんだけど、本当にタイミング合わなくて行けなかったりもねしたんだけど、うん、そう、でもラジオ終わってからも行ける時に行きたいです。行こうね、シュークリーム行きなよ、シュークリーム行きたい、行こう。え、それはお店でも食べれるんですか、それともテイクアウトなんですか。あと一番あそこのドルチェタクボは、うん、あのテイクアウトしかないんだけど、うんうん、もうね買ったら外のベンチで食べてください。あー、そうなんだ。もう1秒ずつにどんどんやっぱり柔らかくなっていっちゃう。ああ、そっかそっか、確かに、そうそう、せっかくその場で入れてくれてるのに。そうなんだけど、こないだ初めてね、うん、行ったお店で、はい、もうシュークリーム入れてある、うん、置いてあるのに、うん、全然生地がねしなってなってないものがあって、うん、その技術はなんだろうって、まあ、1回目だったからさすがにさ、はい、パティシエさんに聞くのはなと思ったから、うんうんうん、通ってそう交換関係から始まるんですね。そうそう、やっぱ距離を縮めてから聞きたいなって思うというか。でも本当にあの、はい、パン屋さんにも意外にシュークリームっぽいの売ってたりとかするから、うんうんうん、面白いのよ。うーん、でケーキ屋さんにもあるし、はいはい、カフェにもあるし、うん、だから結構いろんな特徴があったり、うん、そう、逆にリナさんは自分でシュークリームを作ったりはしないんですか、うん、その昔、はい、今思えばなんだけど小学校4年生、うん、はいはい、とかの時にバレンタインの時に作ったの、うん、シュークリーム、でも私本当に料理は好きなんだけど、うん、測って作るのとか全然得意じゃないよね。そうなんだ、逆に雰囲気でやるから、うん、これとこれ合わせないっしょみたいな。でもデザート系やっぱスイーツはダメなのね、うん、そうですよね、温度とかまで気にしなきゃいけないから、うん、膨らまなくて、あ、で液状のまんまだったから、うん、このままじゃまずいと思って、うん、急遽、うん、そのシュークリームから、うん、あのね、なんだっけ、あのクレープっていうか、はい、あの層になってるケーキ、なんだろう、ミルクレープ、うんうん、に変えました。あ、膨らまなかったから、できるんだ、うん、できたのか分かんないけどまあまあ材料的にはね、うん、そんな変わんなくて、はい、そう、そうですよね、確かに量り系ですもんね昔は。逆に私お菓子作るの好きだったんですよ昔。でもなんかあれって分量って決まってるじゃないですか、やることが決まってる、レシピ本とかが家にあったのでもうやること決まってるからお菓子は作れるんですよ。料理ってニュアンスでやれって言われるじゃないですか、雰囲気で。少々って何みたいな、お前のさじ加減じゃんって思うんですよ。確かに人によって違うもんね。そう、あー、だからまあそこも真逆なんだよね、一回しとかはみたいな。どれぐらいゆっくりかによって違うもんね。そうなんですよ、だからその皿の大きさにもよるだろうみたいな、鍋の大きさで一回し変わるし、だから私もう、はい、グラム数測ることないし、大さじとかも雰囲気だから、うわ、使うことないもんね。もうだから私全部だから分量で言ってくれるんだったらできるんですけど、一回なんかお母さんとかに、うん、
料理手伝った時とかに、なんか教えてくれるじゃないですか料理、うんうんうん、やんなみたいなこと言われて、教えられた時にどれくらい入れんのとか、そんな適当だよって言われて、やんねわかんないなのか。そうなんですよ、そうか、適当がわかんないんですよ料理やらない人間だと。そうでもね、さっき何回か積み重ねて、そうなんですよ、これ入れるとまあここ出るんだなとか、神でんだなとか、経験値じゃないですかもうそこは。そうね、こんくらい入れたらこんくらいの味になるっていうのが、最初は普通のレシピ本見て、はい、書いてくれてるから、まあ、少々確かにあるから、ね、少々だらけですよレシピ本一回しとか確かにおこだねそうですよ。でもレシピ本買ったこととかもあるんだ。家にありました、レシピ本とか、あ、お菓子とか料理とかの本がいっぱいあったので、あと今でもネットっていうか動画でやってくれてるから、ね、うん、動画でのこの速さ見ればいいんじゃない、この回し方の速さであ、なるほどこれぐらいだねって。確かに、でも料理の動画とか見てて一個許せないのがあって、はい、大さじって言ってるくせに大さじからちょっと溢れるじゃないですか、なんか適当じゃないですか、ジャバってやってペッて入れるから、ほぼほぼそんなですよ。私からすると大さじってすり切りに入れてこうやって入れるのが大さじなんですよ。でもほら好みあるじゃん、でも大さじでやってジャバジャバって、え、こぼれてる分はそこはなんか換算されないのみたいな気になっちゃってすごい丁寧なんだね。チキチキチキ違うんですよいやでもいつか見たいな、ゆうちゃんのな、ね、皆さんとなんか料理ができる機会があったらいいですね。確かに、そしたら作れる気がする。でも面白そうだね、少々って何ですかって多分言いますけど私。でも私も少々少々適当でいいよって絶対言っちゃうもんな適当なんですかって喧嘩になっちゃうかもしれないでもいつかそんなねやりたいね料理もね。そうですね、はい、はい、ということで皆さんからのメールをご紹介いたしました。はい、ということで今週末はいよいよ最終回でございます。ゆ、はい、ちゃん見どころ。何も言えないんですよ24話マジで。そうだね、もうあのガチで見てくれしか言えなくて。そうだよね、聞いといてなんだけど、振っといてなんだけど、はい、マジで本当に何も言えない。とりあえず見ろと。はい、見たらわかる、見たらわかります、感じてくれと。でも本当に見てほしい。そしてね、その後にさ、はい、あの私たちはアニメの感想を読みまくるかあるから、うん、そう、とりあえず見て、そう、もう見た、もうなんかぐちゃぐちゃな文章でもいいから、もう見たままの熱量のメールをたくさん送ってほしいですね。はい、ということで、うん、最終話の第24話の放送は、はい、今週末3月30日から放送スタートでございます、うん、ぜひね、感想もねいっぱいいっぱい待ってますので送ってください、はい、お願いします。以上、ふつおたコーナーでした。アニメラグナクリムゾン幻想兵団ラジオ、わらわりファクトはフィクション、気を通じて他者の嘘や本質を見抜くことができるスターリア。嘘と真実の2つのエピソードのうちどちらが嘘かを私日高がズバッと見抜きますというコーナーですが、はい、うん、今日はなんと私の嘘をリオちゃんに見抜いてもらいたいと思うんです。だってレギュラーコーナーでもあるんですけど、ちょっと違った感じでね、いつもと逆ですね。そうだね、初回の逆ですね。あ、そうだね、そうだね、うん、最初の回は私の嘘をリナさんが見抜いてくれて、うん、まさかの炭水化物と炭水化物を食べるわけがないみたいな、そう、よく分かんないところにね、うん、でもあの時がリナさんがこうドンピシャにピシャッと当てた時だったので、でも全然理由は違かったよねまあ理由はね、どうあれ ね、そうだよね、正解でしたから。まあでも今までやっぱこの近くでリナ姉のね凄さを見てきたので、うん、私にも少しは嘘を見抜く力がついてるんじゃないかなって思いますので、で逆に私は、ね、はい、ゲストさんにいっぱいその嘘をね、うん、と真実を両方話してもらって、テクニックっていうものも近くで見てきて学んできているはずなので、はい、リナさんちなみに嘘って つけますか。うんとね、マジでつけないあのマジでつけないの本当にね。私お母さんからも言われるんだけど、あの周りのみんなにも言われるの、本当に下手なのだけど、そうだな、今までのことがありますか。学んだからすごい、うん、ファイちゃんからの結構めちゃくちゃ上手くなってるかもしれない。そうだよね、うん、じゃあ行くよ。はい、お願いします。私の嘘と真実のエピソード聞いていただきます。はい、参りたいと思うのですが、まあ、さっきもちょっとご飯の話しましたけど、はい、私やっぱ食べることが大好きなので、うんうん、ちょっと食に関するエピソードでいきたいと思います。はい、まず一つ目です。はい、そうだね、ちょっと待って1個目いくよ、はい、そう、私ね、はい、ちっちゃい頃から食べるの大好きなの、うんうん、ずっと、はい、でお母さんもあとお兄ちゃん、はい、3つ上のお兄ちゃんがいるんだけど、うん、そのお兄ちゃんも食べるの好きでね、うんうん、で私が小学校3年生ぐらいの時かな、はい、に近くのご飯屋さんに行って、うん、
そんなに大きくないお店でチェーン店とかじゃなかったんだけど、うん、普通に大人用のメニューをもう食べるわけよ、はい、でも一人前じゃやっぱ全然その時から足りなくて、いっぱい食べる、うん、そうだから私は普通のいわゆるオムライスとか、うん、あのハンバーグとかの定食系のやつ2つね、うん、2人前頼んで、うん、お母さんも2人前ね、うん、でお兄ちゃんは3つ上だから、まあ、小学も高学年で食べ盛りだから、うんうん、4人前かな、そう頼んで、はい、でかついわゆるサイドメニュー的なさ、うんうん、シェアするようなポテトとか、うんうんうん、そういうのもいっぱい頼んで、うん、そしたら、まあ、そんなにさ大きくなお店だから、うん、あのコックさんというか後ろ の厨房の方が見に来て、うん、え、3名って聞いてるんですけど、うんうん、みたいな感じで見に来て、うんうん、で、まあ、でもちゃんと綺麗に平らげるわけ、うんうんうん、でそれ以降そこのお店に行くときに、うん、ちょっと大きめの大盛りメニューじゃないけど、うんうんうん、本来のメニューにはないメニューっていうものを、うんうん、作ってもらうようになったよっていう、日高家特製メニューみたいな、もちろんそのメニューの表とかにはないんだけど、はいはいはい、そういつも食べるってことを知ってくれてるから、うん、全体的に多い量でいつもの食べる人たちが来た、そうそうそう、はい、っていう話です。かわいい、へい、へいへい、まだ1個目、もう疲れたんだけど、もう疲れたなこれ。じゃあ2つ目のエピソードいくよ、はいはい、私その20歳超えてちょいぐらいの時に、うん、あの串揚げにハマったんですよ、うんうんうん、で串揚げでもいろんなお店あると思うんだけど、うん、ストップ制っていうか、はい、あのお任せみたいな感じ出てくるの、うんうん、でだからお腹いっぱいになったら、うん、あもう次の串でストップですって言って止まるシステムね、うんうんうん、で一応お店の人から、まあ、そういうシステムなんですって言われて、うん、だけど、まあ、ストップって言った後でも、まあ、定番のエビとか、うんうん、あと、まあ、牛カツとか、うんうん、まあ、食べたいものがあったら追加で 2,3 本ぐらいはできるんで言ってくださいねって言われたんだけど、あんまお腹いっぱいにならないから、うん、結果私最後まで行って、うん、でもお店の人がもう全部一通りちょっと出ちゃったんですみたいな、うん、え2週目行きますかって言って、うんうん、でもやっぱなかなかないんだってその2週目に行くって、うんうん、私もさカウンターのお店だからささすがになんか周りのお客さんもさ、うんうん、もう早い段階でストップって言ってるから、うんうん、恥ずかしくて、うんうん、終わりにしますって言って、うん、お腹いっぱいにならないで帰りました。悲しいっていうお話です。どっちか嘘なんですよね、うん、え、どっちもりなさんの可愛いエピソードだったけど、どっちも嘘みたいでしたけどね。一個一個ほんと、へー、すごい、よく食べるんですね。うん、そうだよ、可愛い。何が嘘なんだろう。でも1個目は登場人物りなさんだけですもん。りなさんとお店の人だけですもんね。あ、確かに1個目はご家族のエピソードですもんね。うん、どこが嘘かですよね。多分一個嘘を混ぜてると思うんですよ。多分今までの話を聞いて、リナさんは真実の中に嘘を入れればいいんだと思ってるから、そうそう、一から作るのって大変なんだって思ったから、うん、そうだ ね、うんうん、ってことは、でも一個目の方が要素が多かったから嘘を入れ込みやすいのかなとは思ったんですけど、うん、何の顔難しいな。なんか嘘つけてる。嘘つけてます、つけてます。難しい、全然わかんないけど。お、いいね。全然わかんないけど、でもリナさんいっぱい食べて、お母さんもお兄さんもいっぱい食べるんですね。食べる食べる、すごいな。本当それ2人前と4人前ですもんね、うんうん、確かに。それも全部ありえないぐらい食べてるから、どこなら嘘だと思う。だから嘘つけられるのどこだと思う。リナさんそんなに大きい嘘つかなそうな気がするから、お兄ちゃんが4人前じゃなくて3人前とかそのぐらい。ちっちゃい、ちっちゃい。なんかそのぐらいしか嘘思いつかないな。2個目だったらなんだろうな。制覇、制覇、いやでも1個目かな。1個目のような気がしますね。じゃあ決めました。いいの本当に、いいの本当に。ダメですか。いいよ、言っていいんですか、うん、いいよ。じゃあ嘘のエピソードはエピソード1です。正解。ちなみにどこが嘘だったんですか。とその2人前2人前4人前は一緒で、うんうん、でお店の人が見に来たまで一緒なの、うんうん、でも特別のデカ盛りメニュー作ってくれなくて。あ、作れなかった。作ってほしかったのよ。なんだけど、うん、まあ、やっぱ通常メニューで、うん、いつも食べるね本当にって言われ続けてただけ。あ、作ってほしかった。なんか憧れるの。確かに。なんかさ結構さ、うん、YouTube で見ててもさ、はい、その人特別用の大食い用のあるじゃない、ね、うんうん、そう今でこそ結構普通の店であるんだけど、うん、当時やっぱ学生の頃小学校の頃とかなくて、
作ってほしかったなっていう希望を混ぜた。確かに希望だったんだ。それ以外は全部ほんと一緒。すごい、うん、ちょっとみんな食べんだよね。どっちも可愛いエピソードでした。でもほんと嘘つくって辛いんだね、うん、なんか、うん、でもなんか、うん、皆さんが1個目のエピソードを喋った後に、うん、あーもう疲れたって言ってたから嘘ついたから疲れちゃったのかな。嘘つけ答えじゃん。もう疲れちゃったのかなって。そう、だからそういうところか。だろうなって思いつつ。なるほどね、うん、いや疲れたな。このコーナーではですね、ゲストさんのエピソードトークや皆さんからの嘘と真実のエピソードメールをね、はい、紹介してきました。まあ、いろいろね思考を凝らしたメールも本当に皆さんありがとうございました。うん、きっと嘘つくの大変だと思うけど、うん、ありがとう。ということで以上、わらわ流ファクトオアフィクションでした。アニメラグナクリムゾン銀装兵団ラジオ空想起動中止隊。遠く離れた任意の場所まで声を届かせる特殊な発声能力を持つヘズラとグレア。このコーナーではあなたの素敵な思い出を私土屋の空想力でいい感じのポエムにして皆さんの耳元へお届けするというコーナーでしたが、先ほどの展開からリナね予想はついてると思いますが、ポエムお願いいたします。さっきでもやりきった感あんだけど、うん、そうだよね、次のページ開いたらこれだ。そうなんですよ。だから本当にこいつがいたって初回のね真逆っていう感じですね。でもようちゃんめっちゃ頑張ってたもん。すごいなすごいなって言ってたら最後にやっぱそうだよね。でもやっぱり後輩にやらせてばっかりじゃダメだよね。先輩のいいところ見たいので、うん、でもすごい、ね、今日もね素敵なエピソードたくさん届いていたので、私もりょうちゃんのサポエムを近くで聞いてたから、うん、はい、そういった意味でも学んだから、うん、ちょっとそれもちょっと返せるように頑張っていきたいと思います。はい、素敵なポエム、うん、楽しみにしております。はい、ということでラジオネームルリーロピースさんからです。ありがとう。私は父と同じ会社で働いています。うん、大きい会社なので父の知り合いという人はいても父と一緒に仕事をすることはなかったのですが、先日ついに父と一緒に仕事をしました。これまで知らなかった仕事中の父の姿、父を見て憧れた私にとっては思わぬ出来事でした、ということでありがとうございます。めっちゃ素敵エピソード、うん、ね、すごい素敵エピソード。へー、もともと憧れてたってことだもんね。 ね、そうですね。へ、素敵ですね。でも そもそも素敵ですけど、すごいよね、うん、しかもお父さんと同じ会社、ね、憧れの人と一緒に仕事ができたってことですもんね。だからしかもお父さんだし、はい、すごい素敵な。全然入ってこないんだね。やばいねでも確かにこれも行くしかない気がする、うん、考えてももう無理だもんね。なんか時間が経てば経つほどハードルが上がる気がしますよね。 OK、うん、ね、はい、ということでじゃあお願いします。優しいお父さん、穏やか温厚お父さん、ずっと憧れお父さん、そんな父と初めて仕事、ドキ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 、ハラ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 、だけどもお父さんかっこいい、新たな一面、かっこいい。より父さんのことが好きになりました、父さん。リナね、さすがです。いやすごいよ、なんかもうやっぱりさ、はいはい、一人称とかお父さんに呼び方変わってくるもんね。お父さん、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 父、全部、全部回収してましたけど。難しいね、やっぱこれね。いやでもすごい素敵でした。なんかこのやっぱりょうちゃんのせばね、はい、繰り返しの言葉も入ってましたし、なんかリズミカルの部分とか、あとこのリリーロピースさんの父という言葉がたくさん繰り返し入っていたのをやっぱ搭載していらっしゃって、やっぱ私と同じようにすごいフォローをやっぱ若としてくれたさすがです。とりあえずね褒めてくれるっていう、さすがですよ。リナね、本当ですか。いやなんか向いてるからリナねにあげちゃいたいぐらいですけどね。あ、コーナー、はい、なんだけど本当に嬉しい、今回で最終回。よかった、もう一番私が喜んでる。もう私もうねフリートークでいっぱい喋ったかも、尺の都合で一通しか紹介できない。あー、やりたかったんだけど残念だね。もっと聞きたかったな。ということで皆さん本当に素敵な思い出見る、うん、たくさんありがとうございました。ありがとうございました。以上空想起動重視隊でした。アニメラグナクリムゾン銀装兵団ラジオ、
送りしてまいりました。アニメラグナクリムゾン幻想兵団ラジオもそろそろエンディングの時間となってしまいました。ではここで作品からのお知らせです。はい、まずは放送配信情報です。テレビアニメラグナクリムゾンは毎週土曜に東京 MXBS11MBS にて絶賛放送中です。また D アニメストア U-NEXT アニメ放題では地上波先行にて配信中。さらに Hulu、ABEMA、ニコニコ、レミのその他配信サイトでも配信しております。お時間などの詳細は公式ホームページをチェックしてください。続いては主題歌情報です。オープニングテーマはサジの官能性リベレーション、エンディングテーマは小林渡さんの空に締めゆうです。それぞれ作品に寄り添う楽曲となっておりますので、アニメと合わせてたくさん聴いてください。続いてはパッケージ情報です。アニメラグナクリムゾンのブルーレイボックス1が絶賛好評発売中です。ボックス1には第1話から第12話のファーストクール分を収録。封入特典のブックレットには原作小林大輝先生の書き下ろし漫画幻想兵団 VS ドルニーヤ全編も収録されております。そしてセカンドクールの本編と小林先生の書き下ろし漫画の後編が見られるブルーレイボックス2は6月5日発売予定です。こちらもぜひぜひチェックしてください。上下巻ともに豪華特典がいっぱいですので、詳細は公式ホームページでご確認の上ぜひぜひ手に入れてください。続いては原作情報です。原作コミックスは1巻から13巻まで好評発売中。最新話は月刊ガンガンジョーカーにて連載中ですので、こちらもぜひチェックしてください。その他アニメに関するいろいろな情報は公式 SNS をフォローしていただき、最新情報をチェックしてください。そしてこの番組はキングアミューズメントクリエイティブ公式 YouTube チャンネルでアーカイブ配信されます。聞き逃してしまった方、何度も聞きたい方はぜひチェックしてください。お願いします。ということで銀装兵団ラジオ、はい、今回で最終回ということでしたが、はい、まあ、半年間だね、うん、一緒にラジオやらせてもらいましたけれども、りょうちゃんいかがでしたか。はい、いやでもアニメの話たくさんできたのももちろんなんですけど、りな、うんうん、さんともね結構距離が近づいたんじゃないかなって思って、そこも嬉しいポイントです。本当そうだよね、うん、アフレコ現場だとどうしても特にさ、あのコロナ禍で短い時間だったりもしてたから、ね、あんまりお話できなかった中でいろいろお話できたのも嬉しかったし、うん、でもなんか本当にアニメのお話いっぱいできたのが嬉しかったかもね。嬉しかった。まだまだでも、うん、まだまだ話せますから。そうだよ、はい、まだ残ってるからね、一回感想会がね、はい、そうですよ、すっごい楽しみ。はい、ということで、まあ、皆さんからのねアニメの感想読みまくる特別会配信すること決定しておりますので、うん、配信日などとのね詳細は現在調整中ですから、ぜひねあのメールをね、はい、熱い思いのままいっぱい送ってきてください、うん、お願いします。お願いします。最終回に限らず心に残っているシーンの話とか推しの話とかね、うん、何でも大丈夫なのでぜひぜひたくさんお願いします。はい、最後の最後まで私たちとね作品の魅力を分かち合っていきましょう、うん、よろしくお願いします。それではアニメラグナクリムゾン幻想兵団ラジオ、今回の任務はここまで。お相手はスターリア役の日高里奈とヘゼラとグレア役の土屋リオでした。せーの